一緒に対話をしながら周りの意見も聞きながら作っていく、生活を作っていく、社会を作っていくっていうようなことを一緒にしていきましょうっていうことを伝えたいなというふうに思います、はい、多分気候変動をしているためにはもっと減らさなきゃ、資源の使い方を考えなきゃいけないとか、エネルギーは減らせとか、いろんな制約が増えてくるんですけれども、でもそれでもなお楽しく自由に生きていける世の中であってほしい。